はい、どうも、ショウタロウです。今回はですね、電子ドラムを生ドラムっぽいフィーリングで叩ける方法3つみたいなのをやっていきたいなと思うんですけど、なんかあんまりこういうの紹介してる人の動画を見たことがなくて、で、まあ僕もあの ATV の A ドラムスっていう電子ドラムを使ってるんですけど、まあまあいい機種なんですよ。お値段も高く、男の4年ローン払いで買ったような電子ドラムなんですけど、まあそんないい電子ドラムを使ってて、でもですね、どうしても生ドラムを叩いた時の違和感というか、なんかあれ違うなみたいな、電子ドラム叩いてる時と練習してる時と生ドラムの感じがなんか違うなみたいなのに結構悩まされたんですよ。まあ、結構いい電子ドラムを使ってるんで、それでもこれなんだなみたいな、最初はちょっと結構戸惑ったんですけど、で、その音源モジュール の感度の設定とかそういう話じゃないんですよ。例えばすごい顕著なのがタムとフロアタムとか、電子ドラムで叩いて慣れて、でいざ生ドラム叩くとすげえ前にズシーンって沈み込むみたいな、あ、そうかみたいな、こう返りが良すぎるんだな電子ドラムは、跳ね返りが良すぎて、普通にチューニングしたタムだとすごい下にズーンって沈んでいく感じになっちゃったりとかして、そこの感覚に僕はなんかすごい毎回悩まされていたりとかしてて、で、まあそういうのをですね、ちょっとどうにか解消できないもんかなと、ちょっと自分なりに研究した結果なんですけど、今はですね、全然問題なく叩けてるなと、個人的に家で電子ドラムでめちゃめちゃ練習して、でいざ生ドラム叩きましょうって時に、その感覚のズレというか、なんか叩きにくいなとかって、そういうのがね一切なくなったんですよ。でそうするとね、やっぱ電子ドラム叩くのがすごい楽しくなる。で電子ドラムが叩くのが楽しいとめっちゃ練習する。で、まあ、めっちゃ練習すると、まあそれなりにこう生ドラムもこう楽しくうまくやれるみたいな、こういい循環に僕の中ではなってってるなって感じたんで、結構電子ドラムの叩き心地というか、そこを生ドラムに近づけるようにするのは大事なんだなと僕はちょっと自分で思ったんですよね。で、まあ最初にも言ったんですけど、あんまりそういうやり方を紹介してる人が YouTube とかで見たことがなくて、まあ、僕の検索能力が低いだけかもしれないんですけど、まあ、それで、まあ、なんでちょっとこう皆さんに紹介できたらなと思って、わりかし、あ、そりゃそうだよねって思いながら、あ、そこまでやんなかったかもなみたいな話だと思うんですよ。結構まあ目から鱗ってほどじゃないけど、なんか、あ、いいアイディアやん、それ使わせてもらうでみたいな感じになってくれたら嬉しいなと思うので紹介していきます。よろしくお願いします。まずはですね、もう一番大きい、さっき言ったタムの感覚とかね、うんぬんっていう話をする上で一番大事になる、スティックです。スティック選びが電子ドラムでは大事です。やっぱりこうみんな、例えばなんですけど、僕の使ってる ATV-A ドラムスっていうのはこうメッシュヘッドなんですよ。で、まあ安い電子ドラムだとこうゴムとかシリコンのヘッドだったりするんですけど、まあ基本的にこうメッシュのヘッドっていうのが、まあ電子ドラム使ってる人の中では割と一般的なのかなと思っていて、でもメッシュパッドもゴムパッドも全部基本的に跳ね返りが強いんですよね。実際のスネアくらいならチューニング次第というかね、跳ね返りのいいちょっとパキパキっとしたこうチューニングにしてあげたら結構返りもいいんで、そこってあんまりスネアの叩いてる時感覚違うなみたいなのはちょっと少ないとは思うんですけど、タムってあんまり高くしないんじゃないかなと思って、で特にこうハイタムとかはいいですよ。でもフロアタムとかね、フロアタムとかなんてパオーンなんてしないじゃないですか、チューニングで。基本的にズーンって刺したいから、まあ、めちゃめちゃドスーンって刺したいので低いチューニングをして、なのにこう電子ドラムはメッシュパッドだからパーンってすごい跳ね返りが良くてみたいな、特に僕もタム叩く時がすごい感覚が違うなっていうのを感じてて、でもこうメッシュヘッドはいくらいじってもちょっと限界があるというか、まあ、どうしたってこう生ドラムのヘッドのようなこう沈み込む感じにはならないというか、だったらスティックの方を変えちゃえばいいんじゃねって僕は思ったんですよ。でこれどういうことかっていうと、ちょっと前重心のスティックを僕は使ってます。ですね、まあこう重心が前にあるっていうことは跳ね返りが弱いんです。跳ね返りが弱いってことは沈み込みます。で跳ね返りのいいメッシュパッドに対して跳ね返りの弱い前重心のスティックを使うことでちょうど相殺されるというか、なんとなくわかります感覚、こうなんかマイナス1とこれマイナス1、跳ね返りがね、でメッシュヘッドはプラス1、軽
跳ね返りが、それを足したらゼロになるみたいなそんなイメージで、でやってみたら、あ、意外といいなと。で、あの電子ドラムでは前重心のスティックを使うんだけど、あの本番っていうか生ドラム叩くときは普通のスティックを使うんですよ。そうするとね、結構生ドラム叩いた時に違和感が減るなと思って、僕的に結構これが一番発見でした。で、じゃあ僕はどのスティックを使ってるのかっていうと、あのプロマークの、セレクトバランスっていうね、セレクトバランスっていうねモデルがありまして、そこのフォワードっていう、まあフォワードっていうのはもうまさに前重心で、まあ普通の生ドラムに使ってもこう細いけど、まあ、細いっていうか太さはそのままにパワーは強くなるよみたいな、そういう売りのスティックなんですよ。で、普段は僕こういうのはあんま使わないです。なんかコントロールしにくくなっちゃうの嫌だなみたいな感じで使ってなかったんですけど、でも電子ドラムに対してだったらこれめちゃめちゃ効きますね。あの実はテクラっていうメーカーからもこうE リズムってい う, こう電子ドラム専用 の, あのスティックが発売されてたりはするんですけど、ただなんかカーボン製だからかなんなのか、やっぱ跳ね返りが良すぎるんですよね、逆にスティックので。まあ ここゴムチップなのはいいんだけど、結構このゴムチップが消耗して早く使えなくなっちゃうよって人もいるらしいので、まあ、なので僕はこう電子ドラム用スティックだよって言われてるスティックよりも普通にこう前重心の木のスティックを使った方がいいなって感じがしました。まあこう握った感触とかもね、あのやっぱ本物の木を使ってた方が生ドラムを叩く時とね同じ感じにスティックが使えるので、僕はめちゃめちゃいいと思ってます。で、一つ注意点としては、前重心なのでちょっとね重く感じます、その普通のスティックの規格より。だから例えば僕最初 7A 使ってたんですよ、一番細いやつ使ってたんです。でもその時は生ドラムの時に 7A を使うとちょっと 7A めっちゃ軽いなみたいな感じがして、逆に 5A くらいでちょうどいいなみたいな感じがしました。で、今僕はまあこれ 5A 使ってるんですけど、電子ドラム用の練習で 5A を使って、で生ドラムの時に普通の 5B とか、まあ、そこら辺でも全然問題なく扱えるくらいの、まあ、普通の 5A 持ってもね、まあ、軽くて使いやすいなくらいの感じでいいんですけど、まあ、そこだけ注意するといいかなと思って、あの結構これは僕はめっちゃおすすめなんですよ。でもあんまこれをおすすめしてる人見たことなくて、ちょっとぜひ皆さんやってみたらいいんじゃないかなと思ってます。はい、ですね、次はですねビーターの話ですね。まあ、もちろんこうスティックの方も前重心でやったらいいんじゃないかって話をしたんで、あのビーターも同じ話なんだなと僕は思ってます、勝手に。例えばこういうですね、こう DW のこう標準のやつなんですけど、これフェルトとプラスチックってあって、でプラスチック側の方が重いんですよ。なのでプラスチック側に向けると比較的前重心になるというか、返りが弱いというか、で逆にフェルト側にすると結構返りはいいというか、コントロールしやすいなって印象が僕の中ではあって、なので、プラスチック側を、僕は電子ドラムの、バスドラム用に使うようにしてます。で、あとメッシュヘッドってフェルトだと摩擦で破けるらしいんですよ。だから結構あのやるときはあのパッチを貼ってくれとかね、フェルトでどうしてもやりたい人はパッチでやってくれみたいな話になるんですけど、まあプラスチックだったらね、あの基本そこ問題ないんで、まあ、プラスチックとかでやるのは比較的こう電子ドラムでは合理的なのかなと思ってます。で、逆にこういう前重心後ろ重心とかがないビーターなんかこうなんか丸いやつとか、ああいうのは、まあ、電子ドラムの時は使ってもいいけど使わない方がよりリアルなフィーリングが得れるんじゃないかなと思ったりしてます。で、最後3つ目はヘッドです。いやいやいや、何を言ってんだと、こうメッシュヘッドしかないってあんた言ったじゃないかと、つうか交換できねえよみたいなね人もいると思うんですけど、そう、ちょっと交換できない人には申し訳ないというか、まあ、当てはまんない話というか、まあ、スティックだけでも十分効果得られるんでいいんじゃないかと思いつつ、ちょっとダメ押しでさらにこう生ドラマに近づけたいなみたいな人は、こう ATV-A ドラムスとか、まあ、ローランドのちょっとグレードの高いモデルって、本物のドラムヘッドを貼れるというか、交換用で、普通の規格のドラムヘッドが貼れるようになってるんですよね。で、まあ、家なんで本物のヘッド貼ってもちょっとしょうがないなとは思うんですけど、実はちょっと前に朝プラさんからブームっていう、
ちょっとね、なんて言えばいいのかな、あのドラムヘッドの材質じゃないんだけど、あの消音できて、でそれがね電子ドラムとめちゃめちゃ相性良くて、で僕も今全部のヘッドに貼ってるんですけど、あのなんていうのかな、メッシュって結構パシャパシャしてる音ってなんかわかります、使ってる人で。アサプラのブームっていうのはどっちかというとボスボス系なんです。なんだろう、座布団叩いてる感じ、あの音とかは結構それに近くて、まあなのでこう跳ね返りもねちょっと自然なんですよね。どっちかというとね生ドラムの方に近い感じになってるんじゃないかなと僕は思ってて、まあ、例えばあのスネアのチューニングとフロアタムのチューニング、あの ATV A ドラムスって同じ13インチなんですよね。でチューニングをねやっぱ極端に変えてみて、スネアだけすごい張ってみて、でフロアタムだけすごい落としてみてみたいな風に やってみると、もう明らかに、ね、やっぱフロアタムの方が沈むんですよ、ズンって。あ、これはちょっといいなと。あのやっぱりね、まあ A ドラムスは13インチ、フロアが13インチなんです。でも実際って16インチじゃないですか。でハイタムは10インチなんですよ。で実際はやっぱ12インチを使うことが多いじゃないですか。そうなるとそのインチ数分のこう沈み込みの差は出てくる。それはしょうがないですね。13インチのヘッドを張って16インチと同じくらいの沈み込む感じっていうのは僕はちょっと出せないっていうね。まあ多分他のメーカーも似たような感じで完全に同じサイズではないんじゃないかなと思うんですけど、まあでもこのアサプラのザブームでかなりいいとこまでいけるなっていう印象でした。少なくともねこう練習してて生ドラムに変えて違和感はもう僕は今んとこないです。いやめちゃめちゃいい商品出してくれたなって僕思いましたね、アサプラさん。なんか海外にはねいろいろこうエレドラ用のこうヘッドとかがあるらしくて、ちょっとそれをね輸入しようかなんて一時期迷ってたりしたんですけど、あのアサプラさんのおかげでそこがあの解消されたというか、もうよしじゃあこれでいいじゃんってなったんだよ。もうこれからはもうザブーム一筋でやっていこうと思ってます。はい、そんな感じでいかがでしたでしょうか。まあ電子ドラムをね生ドラムっぽいフィーリングで叩けるようになるためのこう3つみたいなねこうやつをやってたんですけど、まあ、特にね、まあ、僕はもうちょっとスティックが結構革命だったですね、自分の中では。まあ、だからプロマークとかもよく発表してくれたなと。逆にプロマークのこのセレクトバランスフォワードってあんま人気ないかもしれないんで、もしかしたらなくなっちゃうかもしれないんですけど、なくなったらめちゃめちゃ困りますねこれね。あと他にもね前重心のスティックって多分あるんですよ、探せばあるんだけど、そんなにこう押し出してるメーカーはなくて、なんかなんだろう、パッとこうスティックのなんか商品名とか説明とかを見て前重心になってますみたいなことを言ってるのってちょっと少ないなって思ったんで、まあ、だから結構僕はもうこのプロマークのセレクトバランスフォワードを買っておくのがまあ無難かなと思ってます。まあ、何にしろですね、まあ、とにかくヘッドを交換できる人はヘッドを交換したりとかね、まあ、ビータースティックくらいはね、こうあの誰でも電子ドラムやってる人は挑戦できるとは思うので、すごい手軽に、かつ電子ドラムを叩くのが楽しくなるっていうのでね、なんかぜひチャレンジしてもらえたらなと思ってます。まあそんな感じでですね、まあ、僕はですね、ボーカル、ギター、ベース、ドラム、DTM とか、まあなんかそこら辺のですね、まあレビューだったり、ちょっと豆知識的なレッスンとかじゃないんですけど、まあなんかこう見てる人のモチベーションが上がるような動画作れればいいなと思ってやってます。あとは自分でこう一人バンドってこう全パート自分で演奏してみた動画とか、あとは友達とですね、こうミュージックビデオとかね、撮ってなんかカバー曲やったりとか、そういうこともやってたりするんで、あとまあ雑談とかやりますね。あの最近は怖い話とかね、あのみんなで話すのが楽しくて、やったりしてます。まあそんなチャンネルになってますので、まあぜひ気になった方は登録していただければなと思ってます。ぜひよろしくお願いいたします。じゃあ、 まあ次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。